岡崎市の中心部、伊賀町。バス通りの脇に立つ大きな鳥居の先にあるのは、300メートルくらいでしょうか。静かで落ち着いた雰囲気の参道が続いていますね。そして鳥居の2つ目の横には徳川氏歴代祈願所と書いてあります。そうなんです、実はこの先にあるのは、かの家康公も戦勝祈願に訪れたといわれる徳川家ゆかりの神社、伊賀八幡宮です。早速訪ねてみたいと思います。神社のすぐ前を川が流れているんですね。この辺り、春は桜の名所としても有名なんですよ。橋を渡ると石で作られた3つ目の鳥居が目に入ります。今回の目的地、伊賀八幡宮に到着。伊賀八幡宮は徳川家の祖松平家の氏神、戦国時代真っ只中の文明2年松平家4代近忠公により子孫繁栄の守護神として創建されました。石の鳥居に蓮池にかかる神橋、境内にあるほとんどの建造物が国の重要文化財に指定されています。こんにちは。はい、こんにちは。伊賀八幡宮の宮司、斉藤さん。さて、今日はどんな発見が待っているのでしょうか。よく家康様がね、徳川家康と、おっしゃるわけだから、松平とどういう関係だねなんておっしゃる方いらっしゃるんですけどね、松平の9代目が徳川初代を名乗ったんですよと。で、その9代目の家康様にとって5代遡った4代近忠公が、その松平家の守り神として、こちらに氏の神、守り神祀られて、まずはこの随神門こちらも国の重要文化財。そうですね、神社でこうした山門、楼門があるのも珍しいんですけれども、青空に入る伊賀八幡宮の顔とも言うべき随神門。門の両側には神域の守り神である随神様が、随神様が安置された随神門は愛知県ではこの伊賀八幡宮だけだそうです。さらに上を見上げると、なんかぐっと頭と肩で支えてるような感じの、ちょっと可愛らしい姿にも見えますよね。天の尺と申しております。天の尺、はい、見るからに汗かいてヒー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 言ってるように見えるでしょ、はい、天の尺のようなことをしてると穴っちゃうぞという。あ、そうなんですか。宮司の斉藤さんに早速境内を案内していただきました。では私も参拝してよろしいでしょうか。ぜひどうぞ。はい、失礼いたします。おごそかな雰囲気、自然と背筋が伸び気持ちも引き締まります。この正面に見えるのが拝殿ですね。そうですね。で、その奥に本殿があるんですか。そうです、はい、見た目色鮮やかで綺麗ですよね。手前のこの拝殿は、あの徳川三代家光公が、ご造営された。そして本殿は家康様が、造営されたんですよ。伊賀八幡宮は日光久能山とともに将軍家康公自らを祀る数少ない東照宮の一つ。松平家、徳川家の守り神として代々の当主から厚く崇められ、家康公も出陣前には祈願に訪れるのが習わしだったと言われています。お近くで拝見することというのは可能でしょうか。まあ、御祭典の時だけの場所ですけども、まあ、趣旨に沿ってご案内いたしましょう。というわけで特別に許可をいただき、歴史ある社殿を間近で見せていただくことになりました。近くで見るとまたこう神々しさが増して、ちょっと感動すら思いますね。お屋根の中にこの破風があるというこの建て方も非常に珍しいんですよ。そうなんですか、はあ、すごい。こちらが本殿ですか。絵の具が綺麗でしょ。はい、こんなに細かな
絵柄があるんですね。そうです、皆様にお見せできるのはここまでなんですけども、はい、社殿の中はもっと色鮮やかなんですよ。え、そうなんですか、はい、いや眩しい。天下太平の世が続くことを願い、家康公が作り上げた本殿。権現造りの社殿は三代将軍家光公が平殿と拝殿を増築し作られました。より重厚な、やっぱり神様の静まりどころを囲って差し上げるという透かし塀で囲む、この一体として権現造りということで、格子の隙間からかすかに本殿と平殿を見ることができる透かし塀。ぐるりと本殿を囲み、その美しさに花を添えています。こちらも王子の姿を今に伝える国の重要文化財の一つです。先月21日、伊賀八幡宮では江戸時代から続くという神事が行われていました。年の初め、身を清めた射手が矢を放ち、的の割れ方で一年の吉凶を占う武者的神事。静寂の中、境内に響くのは風を切り的を射抜く音。神事の結果は早馬で江戸城に伝えられたと言われています。すごく厳かで感動しました。これを見ると一年が始まるんだなと思います。創建以来500年余り、町の歴史を静かに見守ってきた伊賀八幡宮。あちらはあの神様へのお供え物に関わる、極所という建物ですね。極所、神様の静まりどころではなくて、神様へのお供え物を整え、そしてダイニングとしてその差し上げる場所、いわゆるお膳を並べる場所ということで極所と。社殿の周りにはいくつもの社。平和な世がいつまでも続きますように。ふるさとの守り神に代々の当主が、家康公が込めた願い、導かれるように多くの参拝者が訪れます。去年は家康公400年祭で岡崎は大いに盛り上がりましたよね。その徳川家ゆかりの今回伊賀八幡宮をご案内いただきましたが、天下人としての思い、二度とこの戦乱の世に戻すことなく、しっかりとこの国を治めていくんだ、お導きを恋願ってという気持ちを形に表されたのが伊賀八幡宮だと思います。その思いをしっかりと継承して、また岡崎の方々にもそのことを知っていただいて、岡崎の誇りとして守られていくことを願っております。戦乱のように生き抜いた家康公が、こう地元を愛している場所っていうのはこの伊賀八幡宮なんだなというのを私もすごく感じました。江戸と岡崎が伊賀八幡宮を通じてつながると。随神門の前に広がる蓮の池、戦で散った武者の無念を鎮めるため、家光公が池を戦乱の地に例え、極楽の花と呼ばれる蓮で満たしたと言われています。松平家、徳川家の氏神、昔も今も多くの人々が心を寄せる伊賀八幡宮、変わらぬ時を刻み続けています。